ジラやシャチ、イルカはね、お母さんのお腹から生まれてくる僕たち人間と同じ哺乳類なんだ。イルカはなんと80種類以上もいて、暖かい地域から寒い地域まで世界中の海にいるよ。物の形を見分けたり、チームワークで餌を取ったり、イルカは優れた知性や能力を持っていて、それを子供に伝えていくんだよ。そしてここ名古屋港水族館ではたくさんの命が生まれているんだ。飼育や観察をすることで、今まで不思議だった海の生き物のことがどんどん分かってきたんだよ。それを知ることは、きれいな海はもちろん地球の環境を守ることに役立つんだ。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう、海のこと、地球のことを知って考えることが大切だね。そうなんです。
イルカクジラの仲間は私たちと同じ哺乳類の仲間なんです。でも何時仲間といっても私たちとイルカでは住んでいる環境が全く違うので何だかピンときますよね。そこで人と共通する哺乳類としての特徴をワンルールに焦点を当てて紹介していきたいと思います。皆さんは大型画面をご覧ください。まず一つ目は肺呼吸をすることです。水中で生活しているイルカたちは頭のてっぺんに鼻があり、それを水上に出して呼吸をしています。あの一瞬で息を吐いて吸いなんですよ。続いて二つ目は気温や水温が変わっても体温を一定に保てる保温動物であることです。ちなみにイルカの体温は36度から37度ぐらいと私たち人とそんなに変わらないですよ。続いて3つ目は体が毛に覆われているということです。え？という声も聞こえてきましたね。イルカのどこを見ても表面はツルツルとしていて毛なんてどこにも見当たりませんよね。イルカたちは長い進化の過程で水の抵抗を減らすため毛はなくなったと考えられているんですが、実はそのあごりがあるんです。皆さんは大型映像をご覧ください。生まれたばかりのイルカにはなんとヒゲが生えているんです。このヒゲは生後数週間で抜け落ちてしまいますが、ヒゲの跡は大人になっても残っていますので、この後ぜひ探してみてくださいね。最後に4つ目は卵ではなく私たちと同じこの姿で生まれ、そして母乳を飲んで育つことです。ここ名古屋港水族館ではたくさんのイルカたちが誕生しています。奥のプールでは2組のイルカの親子がいますので、運が良ければ授乳をしている様子をご覧いただけるかもしれませんよ。さあ、ここまでのお話でイルカ、クジラが哺乳類の仲間であり、人と共通する点が多いことが分かってきましたね。でもイルカたちは水中に適した特徴があるんです。続いてはこちらをご覧ください。水中で生活している生き物は水の抵抗を減らすため体の形が流線形になっていることが多いです。そしてよく見てみると体の形や胸の形が似ていますよね。こんな風に同じ環境で生活している生き物が違う種類なのに同じような形に進化することを集団進化というんですよ。ちょっと難しい言葉ですが、ぜひ覚えて帰ってくださいね。一方、体の形がよく似ているサメとイルカですが、泳ぎ方に注目してみると、サメは尾びれを左右に振って泳ぎますが、イルカは尾びれを上下に振って泳ぎますね。よく観察すると、こんな違いを見つけられるんですね。ちょっと面白いですよね。さあ、今回はイルカ、クジラが哺乳類の仲間であること、そして修練進化についてお話をしていきました。このお話を聞いてイルカについてちょっと興味が湧いたよという方はぜひ拍手をお願いします。ありがとうございます。この後パフォーマンスはまだまだ続きます。このパフォーマンスでイルカたちがジャンプする位置を奥のトレーナーがこのように左正面右と示しますので、ぜひ参考にしてくださいね。さあ、それではお待たせしました。最後までゆっくりと楽しみください。
名古屋港水族館では多くの生き物を飼育し観察をすることによって今まで知られていなかった海の生き物のことが少しずつ分かってきました。これらを知ることはきれいな海はもちろん地球の環境を守ることにつながります。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう海のこと、地球のことを理解し考えていきましょう。イルカパフォーマンスをご覧いただき誠にありがとうございました。